ということでやってまいりましたね。はい、キラキラ輝くピカピカのマジちゃんと、すごい、特に何にもないブヤちゃん二人合わせてマジブヤです。はい、ということでね、特に何もないブヤちゃんとキラキラ輝くマジちゃんでしたね自分以外言われるとなんかそこそこ悪口感なんかね、もう心キュッてなっちゃったよ特に何もないんだ私ごめんってなっちゃったで、今日は何か話したいことがあるんですか。なんそう鼻膨らませながら分かるよ、私がちょっとなんかこういうポジションをやった方がいいかなと思ってマジちゃんに任せてるから。いやでもブヤちゃんはもうブヤちゃんのままでいいんだよ。じゃあ適当にやろっかでも一緒に頑張ろうみたいな感じかと思ったら、じゃあ適当にやろうかってゆるくやるバトルチャンピオン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 。まあということでね、今回お話ししようと思うんだけどさ、私また怪我しまして。なんか定期的に怪我してないね。なんか前回はなんかね、包丁を足に落として、なんか前回はただ普通に料理してて、適当に一旦置いとこうみたいな感じで置いといたら、なんか縁の方に置いちゃったの、包丁を。弾みで落ちてそのまま足に来てみたいな。いやー痛い。で人差し指がもう大変だった。もう血だまりみたいな、血の池みたいな、だったんだけど、今回さ、いやマジで前回の反省を生かして、なんかスリッパとか履いとくといいよみたいなのを、なんかリスナーさんからちょこちょこ言われて、キッチン立つときはスリッパ履いとこうと思ってスリッパ履いてたんだけど、お皿洗っててお皿が割れて、うわ痛い、もうお皿が出てくる時点で痛いもん。お皿割れちゃったんだけど、でも最初さ、で割れたらさ、わあ割っちゃった最悪やみたいな感じだったの。なんか割れたなって思った瞬間に、かかとめっちゃ、いったと思って、そしたらね、なんかかかと削られてた、かかとやったの。え、そう、かかとなの。え、わかんない、私でもわかんない、なんでかかとって。どんな方向で落ちたのかわかんないんだけど、でもなんか落ちてた時は別に真横でもなかったの、結構遠くに飛んでたの。なのに、なんかの軌道で割れて、私のかかとスッてしてって、痛い、奥にえ、待って、どういう軌道で私のかかと来たと思って。かかとなんて防ぎようなくない。今もうずっと私梅干しみたいな顔で荒野行動やってるずっと。え、全部梅干しなの梅干しみたいなシュッシュな顔してるもん、痛くて。マジちゃんなんか足ついとるんやない。なんかえ、なんかついてんのかな。足お払いた方がいいかもしれんで。え、だから足臭いのかもしれん。じゃあそれは最近足臭いんだよね。それも呪いやねそれも呪い、マジちゃん臭くないの。本当にマジちゃん臭くないんだけど、足だけ呪いで、そうお化けが臭い、それはもう。え、ブヤちゃん、ブヤちゃん足臭いなと思ってたって思ったことないよ思ったことないし、嗅いだこともないわえ、じゃあ今度やだろ、友達の足突然嗅ぎ出す友達、今度嗅いでみてよ。今度嗅いでみて、やめて。じゃあ呪いか、呪いじゃないか判断して、今度臭いか臭くないかは判断しなくていいから、マジローリスナーの皆さん、私がそう呪いかどうか調査してきます。じゃあもうマジちゃんの足クンクンってして、あ、これ呪いってなるか、この呪われてないよマジちゃんってなるか、私がその後音沙汰なくなった場合は呪い殺されたってことだと思う。他めっちゃ気まずいからね。私さ、これに関してちょっと一個言いたいのがさ、本当に声出して笑ってめっちゃ大好きなんだけど、はい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 、おぱしさんとのやりとりめっちゃおもろくなった。お風呂入らないのに皿洗うんだ、ね、皿洗うんだっていうさ、おぱしさんをリプに対してさマジちゃんがもうすっごい、私のことはおぱしさんが洗ってくれるでしょ、ハト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 みたいな、なんてその返しができるんだろうって、もうめっちゃおもろかったよな。あれめっちゃ面白かったの。え、まず脳死、あんな感じの会話ですからね、もう LINE 中は。でもあれ見た時に、あ、大事ないんだなって思ったよ。いやでも結構血止まりできてたよ。いや怖いって、ほんまに。いや、すごかった、こっちゃんびっくりしたでしょ。え、こっちゃんも心配してた。なんだけど痛かった。いや痛かった。痛いよね。え、でも前回よりも痛かったかも。あ痛いって聞いてやっぱ歩くとさ、パクパクするから歩けないんだよね。みんなやろ、今日の収録一番辛いかもしれん今私が痛い話をいっぱいしてるっていう。うん、今ね、もうなんかもう体の左半身ぐらいがもうすっごい痛い、今ジュワーンってなって
かかと痛いのにブーちゃん左半身も痛くなっちゃった。左半身痛くなって今。やばい、ブーちゃんの方が重症よ。もう今映ってるもん、痛みが。なんかもう頭の中脳内シミュレーションって痛み感じてるもん。いやーやばいよね。あ、そう、足でなんだけどさ、最近友達と川でバーベキュー行ったんだけどさ、そこで右足のところなんか刺されて、うん、なんか蚊に刺されたなと思って、でもなんか血出てたの、刺された部分から。なんか私が不意に書いちゃったかな、うん、別に蚊に刺されてさ書いちゃうこととかしあって、うん、まあ、そのままなんか蚊に刺されたなーくらいで過ごしてたら、なんかその部分が3日後くらいにパンパンに腫れてて、いやー、もう画像見る？いやいや、もう画像送ってきたらほんまにちょっと喧嘩するじゃあ私の動画だけちょっとね、画像ハンモザー出しながら出すんですけど、なんか刺されたけどこれなんだみたいなって言ったら、あのリスナーさんがダニとかじゃないみたいなってなったんだけど、実際行ったらなんかブヨだったみたいで、今日の動画苦しいよ私マジちゃん苦しい、痛い話じゃんよ今日も。今度右半身ゾワってしてる。じゃあもう全部だ苦しいよ。でもだから症状とかも見てみたら、刺された時に少量の血が出るみたいな書いてあったの、うん、血出てたし腫れてるしみたいな、うん、なんかね、皮膚科に行ってみたいな、不要だったっぽくて。なんかでも痒みはね、めっちゃ痒い、なんかしこりみたいなのできてる。へえ、そうやばいよ。だから山とか川とかで出るんだって不要は。不要気をつけないと、川とか山行く時は。いかんとこ、人生でそう、なんか病気はしたことあるけど、うん、怪我とかそういうのはないからさ、耐性ないんだよ私。あ、そうなの？え、怪我ないの？多分大きい怪我ないんじゃない？捻挫ぐらいだよ私。マジ？めっちゃ健康だね。じゃあ、あれなんだよな、なんか小学校とかもさ、あ、今日痛い話、うん、痛い話だけど、なんか小学校から結構怪我したりとか、うん、あ、怪我多いんだ。多くて、なんかそう、小学校の時はコンクリートちょっと出っ張ってるところに膝ガーンしてズリズリってなっちゃって、とあとなんか小学6年生に上がったよっていう時になんかはしゃいじゃって、鉛筆削りを先生に渡しに行く時に、そう、鉛筆削り足かなんかにそのまま落ちて血まめになっちゃって、めっちゃ痛くて歩けなくてみたいな。私鉛筆であるよ、怪我したの。ある？なんかお姉ちゃんに話しかける時に家で、うん、めっちゃカッコつけて壁に手ついて寄りかかりながら髪かき上げてふーみたいな感じにして話しかけようとしたことがあって、小1ぐらいの時。小1でそれ？え、中2とかじゃないの？え、やばいやばいやばい、痛い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 、もう痛いよ今。やろうとした時にその壁に寄りかかってる方の手で鉛筆持ってて、それが手のひらに刺さってた。痛い！で、鉛筆の芯残ってる、なんか手に手のひら。痛い！え、今も？そう、今も。痛い！これだから私のこの手のひらの鉛筆の芯はもうカッコつけた勲章やね。え、痛い！いろんな意味でやっぱ才能あったんだよね。おお、精神年齢高かったのかもしれん。中二病の才能があるかもしれん。中二病の才能が小一で発覚しててもうそのおかげでちょっと体がついていかなくて怪我したねやっぱ闇の力に体がついていけんかった鬼の中二病やじゃあ残り7人はどこやね。ねえ、どこだ。え、でもあれアンチ外、アンチ外でやってる、もしかして。おいおい、そんなんだと勝てないよい。俺たち怪我とかあと中二病とか乗り越えてきたけど、のいどこだよい。不死鳥ね。医者ね。医者あれ医者じゃなかったっけ、あのキャラ。ローのこと言ってるあ、違うあれ不死鳥って医者じゃなかったっけ。お船に、お船上のお配達のお船上ローだよそれ。いや、ローも医者やけど、うん、白ひげ海賊団の船員じゃなかったっけ。いや、あれお医者さんじゃなかったっけ。ラスト舞台だけど、お医者さんなのか否かだけ知りたいな。マルコやんな。マルコ、マルコお医者さん。一番隊隊長、一番隊隊長の、あ、ほら繊維繊維、あ、お医者さん隊長兼繊維繊維か。うん、よかった。車車車車車、どこ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 、夜は、あ、ナイス。最後マルコの話で終わったで。やっぱね、マルコを求めてるってことだよね。私お医者さんを今。求めてたってこと？足怪我してるから。確かに医者は欲しいよね。ってことで、じゃあ繊維を求めてたってことじゃないですか。繊維棒。繊維お願いします。
終わりますって言って動画終わるのちょっとなんかどんなお家だよいおもろいななんかな一